こんにちは。第一種電気主任芸者の平です。今回は、電気二種一次試験電力科目より、令和元年度から問4の高低圧混色の問題を解説していきます。では、問題文を読み上げます。次の文章は、配電線の高低圧混色に関する規律である、文中の四角に当てはまる最も適切なものを、回答群の中から選べ、一般に、 低圧電路は変圧器の括弧1や電線等のカッコ2故障の際に高圧電路と混色を起こし高圧側の電圧が低圧側に現れて危険となる恐れがあるため変圧器には B 種設置工事を施して発生する電位上昇を抑制している図1に示すように線管電圧の大きさが V の3層3線式電線路に接続された 単層変圧器において、高低圧巻線間に混色が生じた際の低圧側電線の対地電圧 VI ドットの大きさを V1 以下にするための設置抵抗 R の最大値 Rm を以下のように求めるただし C は3層線路の電線1乗の対地静電容量,量オメガは電源の各周波数であるまた変圧器のインピーダンスは無視する。 図2に示す、高低圧混色時のテブナの定理による等価回路より、設置抵抗 R に長い電流 IR ドットの大きさはカッ3で表される。ここで R は 3ωC 分の1、C、より非常に小さいとすると、最大値 Rm はカッ4で表される。なお、中上変圧器の高圧巻線と低圧巻線の混色は、配電用変電所の こで検出さされれ配電電用変電所の遮断遮断断器ででるは、かっこ1、かっこ2を解いてきます。問題文より低圧電路が高圧電路と混縮を起こすときの変圧器及び電線の故障の名称を答える問題で、回答候補は回答群の緑の河川です。この答えは、かっこ1が内部故障、かっこ2が断線です。まず、 混色とは、低圧電路と高圧電路が電気的に接続することを指し、変圧器の場合、内部故障により低圧と高圧が接続され、混色が起こります。この時、仮に低圧側が非接地の場合、混色により低圧側の電路の電位が上昇してしまいます。この電位上昇を防止するため、低圧側に B 種設置を施し、 1cm 約電流を流すことにより、電位の上昇を抑制しています。また、電線については、断線により低圧と高圧が接続され、混色が起こる場合があります。以上が、括弧1、2の説明です。補足として、回答候補の括弧波の0時突入は、0時突入電流のことで、変圧器の場合は、残留時速により、 電源を投入したときに一時的に長い大電流を指しますまた過去地のアーク放電は地悪形態のアーク地悪のことで特徴として電流成分のほとんどが高調波です以上が法則の説明です次に過去3を解いてきます問題文の下線より図1のように線管電圧の大きさが V の3層3線式電線路に接続された 単層変圧器において、高低圧巻線管に混縮が生じた際の低圧側電線路の対地電圧 VL ドットの大きさを V1 以下にするための設置抵抗 R の最大値 Rm を求める問題で C は3層線路の電線1乗の対地静電容量オメガは電源の各周波数で変圧器のインピーダンスは無視します。 カッコさんでは図2のような高低圧混浴時のテブナンの定理を利用して電流アイレドットの大きさを求める問題です。最初に図1の回路にテブナンの定理を適用して図2の等価回路図の各所量を求めます。まず図1の設置抵抗 R るの両端を解放するときのテブナンの定理を考えると電源連圧に対応するのは混浴前の 電線路の対地電圧のため、その大きさはルート3分の V となります。なお、対地電圧の大きさがルート3分の V で表される理由については、概要欄の動画をご参考ください。よって、図2の高圧線対地電圧の大きさはルート3分の V となり、また、回路の電圧源とみなせます。次に、図2の等価対地静電容量は、図1の 青緑茶色の経路のように各設置点から抵抗 R までの間の回路素子が C しかなくまた赤枠のように R から見た耐地静電容量,量 C は並列接続となるため 3C となりますそのため図2の10日耐地静電容量,量は 3C となることからインピーダンス成分は J3ωC 分の1となります よって、ir. ドットは、高圧線対地電圧を基準とすれば、ir. ドットイコール r プラス j3ωc 分の1分のルート3分の v となります。したがって、ir. ドットの大きさは、ir イコール r プラス j3ωc 分の1分のルート3分の v の絶対値となります。これが、カッコ3の答えです。次に、カッコ4を解いできます。 問題文の茶色の河川より R が 3ωc 分の1より非常に小さいときの設置抵抗の最大値 Rm を求める問題です。まず、問題文の条件より R が 3ωc 分の1より非常に小さいため IR の分母の R は無視できることからルート 3vωc となります。次に、問題文の緑の河川の混色が生いた際の手厚側電線の 配置電圧 VL ドットは図1の接地抵抗 R の電圧効果に対応するため VL ドットイコール RIL ドットとなることから VL ドットの大きさは VR イコール RIR となります。ここで問題文の緑の下線より VR が V1 のとき接地抵抗 R は RM のため V1 イコール RMIR となることから rm について解くと。ルード 3v オメガ c 分の v1 となります。これが括弧4の答えです。最後に括弧5を解いてきます。問題文の紫の下線より、中上変圧器の高圧巻線と低圧巻線の混色を配電用変電所で検出するための装置を答える。問題で回答候補は回答群の紫の下線です。この答えは？ 保護リレーです。ではこのことについて図を使って説明をします先ほど説明したとおりこの色では治薬電流が流れこれを検出するため配電用変電所の ZCTGPT を用いる方法があります ZCT ではゼロ送電流を測定し設置用変圧器である GPT ではゼロ送電圧を測定し 測定値を自薬方向系電気などの自薬保護リレーに送信することにより、自薬電力を検出することができます。なお、GPT の原理については、概要欄の動画をご参考ください。補足として、過去とのカットアウトヒューズについて説明をします。カットアウトヒューズのカットアウトは、高圧カットアウトを指し、これは、高圧受電設備に用いられる開閉器の一種で、 変圧器やコンデンデサーの化を保護すすることができますそしてカットアウトヒューズは、過負荷保護をする部品であり、過電流が流れると、電路から解放する働きがあります。以上が補足の説明です。よって、今回の問題の答えは、このようになります。以上が今回の問題の説明です。このチャンネルでは、電源の過去問の解説、 公式の動画などを発信していますよかったらチャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いですまたメンバーシップも行っているので興味がある方はご加入くださいこれからもご利用をよろしくお願いいたします今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございました